お疲れ様です、ノクさん。今回は暗号通貨とヨザースバーさんのことについて動画の方を送っていただきました。私もね、似たようなテーマでお話していこうと思います。いや、寒くなりましたね。寒くなったんですけども、私基本的にエアコンが、ね、未だにつけないんですよ。というのがね、あの、寒いなと思ったら部屋の掃除をすると暖かくなるんですよ。プラス、このね、部屋着といいますか、防寒着といいますか、こういうのを着てるとね、暖かいですよね。だから、 必ずしもエアコンいいらななのかなとで体が冷えてきたらまたね掃除をしたり片付けをすればいいのかなと思ってるんですよ <laughs> 結構お得でしょうん。で庭も風ピューピュー吹いてるんですけども庭のこの雑草とか取ってるとやっぱ汗かくんですよ。うん、だからねじっとしてると寒いんで寒いからじっとしてるみたいなサイクル入ると思いますけどもしまいには布団にくるまって縮こまってるわけでしょ余計寒くなるわって感じなんですよ。私の場合は体を動かかして内側からね かかくななっってていいこうかなっていうのとあとねやっぱりねあのココアとかコーヒー飲んだぐらいじゃ本当にちょっとのことなんですけどもうどんを食べるとね汗かいたりとかね、まあ、鼻水するような感じになってきて本当にお昼にはうどんが欠か,かせないかなっていうところでございますはい前置きはこのぐらいにしましてじゃあ暗号通貨のこと言ってみましょうかやっぱりね基本的にはビジネスでお金を稼いだ人が あの次の段階として投資をするもんだと私は思ってますね。で、いきなり投資でもいいんですけども、そうしちゃうとね。何が起こるかっていうと、せっかく投資のスキルがあっても増やすべき元金がないので増えないってことになっちゃうんですよえー。例えば与沢翼さんがね。xrp を買って、その1 xrp の時の購入金額とあと販売した時の金額が14円ってことで1。4倍になったんですよね。 1>, 1億円 XRP で買って、それが14億円になったっていうとこだったと思います。うろ覚えなんですけどもね。でもそれにしても1億円投じたから、利財を13億円取ることができたんじゃないかなと思うんですよ。引いて言えば、税制の高い日本にいるんじゃなくって、無税のドバイにいるからこそ、それもできたかなと思うんですよね。じゃあ元金はどうやって稼いだのって言ったら、やっぱビジネスで商品を売ってサービスを提供して稼いでるわけなんですよ。うん。でも元金がなかったら、例えば、 XRP に10万円投じました。それが14倍になって140万になりました。140万つっても、しばらく生活費で消えちゃうでしょ。だからせっかく同じ14倍になったのに、10万とか100万では、まあ、現状打開することはできないんですよね。だから、基本的には投資で小さな財産をでかくするっていう夢や希望はあるんですけども、一時期みたいな、その ICO でね、なんか数百倍っていうのはもう起きないじゃないですか、ぶっちゃけ。 今からビットコインを買って、それが20倍になってね、1億円になりましたって言っても、20倍になるだけですからね。100万が2000万。確かにすごいんですけども、人生の問題は何ら解決しないんですよ。じゃあ、日々お金をどうやって稼いでいくかって言ったら、やっぱりビジネスをすることによって、1日2万3万でいいから稼ぐってことなんですよ。そっちの方がより現実的なのかなと思いますよね。1日に2万3万稼げるビジネスの手腕があれば、 それだけで投資なんてやらずに済むようなね人生がやっていけると思うんですよ。で、ビジネスには必ずお客様がいて、お客様に問題解決としての商品やサービスを提供して、喜ばれてお金を受け取るわけですから、なんか嬉しいですよね。もちろん投資でお金が増えるのも嬉しいんですけども、投資は反対側では、多くの人が財を失ってるっていうことの裏返しでもあるんですよ。まあ、あの、ノアコインにしても、スピンドルにしても、儲けた人ってのは、自分が買った スピンドルとかノアの後に買う人つまり自分よりも後で買った人は常に高値掴みをしてるわけなんですよ自分よりも高値で掴んでるその繰り返しであとはいつ離脱するかっていう問題で十分高値掴みをしてる人が自分の後にたくさん続いたなと思ったら高くなったところで自分は購入金額安いわけですからいつでも利確できるっていう形ですよね でも戦闘集団が利確すると第2集団もそれを見てあ値段が落ちてきたしかも戦闘集団が利確したっていうんでつられて利確するわけですよそしたらもう利確のなだれが起きて途中からは損切りの、うん、なだれが起きてきてみたいな感じでね泣きを見る人が大半みたいな感じですつまり暗号通貨投資っていうのはこのピラミッド型になっていて最初に買った人はいつでも利確できるけども大体上の3分の1とか4分の1ぐらいの人が利確した後にはもう財が残ってないってい形になりますので いつキャッシュアウトしても全員損するっていうのね。そういった大多数が残されてるのかなと思うんですよ。うん。しまいにはね、上場したのを機会にロックをかけて、えー、売却できないようにした上で、運営が悠々と全部威嚇して、価値がなくなったところでロックが解放されましたみたいなこと言うわけですよね。それで、ああ、売り抜ければよかったのにといか言うけど、そもそもロックしてるから売り抜けることができないじゃないか、みたいなね。<laughs> そんなこともあったりしますよね。さあ、その中でね、やっぱり与沢ツさんがすごいのは、 自分の余剰資金でやってるってことなんですよ。1億円が余剰資金ね自宅の建築費が5億円もう桁外れですよ、まあ、ですんでねヨザーツバさんは早かろうが遅かろうがうまくいく人うまくいかせてきた人っていうことなんですよで反面ですね暗号通貨で最初に資金を投じたあのファクトムっていうのは今ね言ってみれば消えてるわけでしょでヨザツバさん当時暗号通貨を買う唯一のコツはそのプロジェクトを知ることだっていうふうに言ってました ファクトムっていうのは全てのドキュメントを暗号通貨にデジタルデータにするっていうふうにね、あの素晴らしいミッションを立てていたっていうのを思い出しました。うん、確かに全てのプロジェクトが全てのテキストがね、要するに文章が全部デジタルに、うん、記入されてそれを担保するのがファクトムだったらどんなにいいだろうと思いますけども、このプロジェクトを途中で、まあ、頓んざしてるわけですよね。で、えー、そこに投入した資金は全部効付けになってもう取り出せないってことになってるわけですよ。そういうのを思い出しましたね。 だからコインチェックに上場した銘柄ですらそういう風になるよってことなんで、コインチェックというね、日本で最高の暗号通貨の専門家集団でも、そういう風にね、見通しの立たないものを上場させて、それで未だにコインチェックは体の枝を上場させてないわけでしょ。だこういった、まあ、ミスを犯すわけですよ。結果ミスをね。そう考えていくと、まだ暗号通貨ってのは、 全然理解されてないし誰が仕掛けて誰が仕掛けられているのかすら分からないような状況ですよね言ってみれば全員が仕掛けられているのかもしれませんよね <laughs> はいまあ何にしてもね価値があると思う人が参加するから価値が出て価値がないと思う人が離脱するから価値が失われていくこの流れはどんなものでも変わらないのかなと思いますよね、うん、遊戯王カードだってねなんでか値段が上がるかっていうとそこに価値があるというふうに思う人がたくさんいるからに過ぎないわけですよ例えばカブトムシが遊戯王カードに価値を見出しますかってことですよね 文字を扱う人間だけがその価値に気づくと。しかもその中でも、日本語圏内だけの人が価値を感じてるわけですから、アラビアの人にね、遊戯王カードのこれ5億円のものですよって言っても、なんだこんなものいらないやって言われるのがオチですからね。そのように価値ってのは流動化しやすいのでね、暗号通貨に限ったことじゃないのかなと思います。はい。動画の方を送っていただきましてありがとうございました。今朝のライブ放送でね、私もね、すごくね、面白い話題投げてくださったかなと思いましたんで、非常に嬉しく思いました。では、お疲れ様です、徳さん。<laughs>